う絶対食べたかったのよ、鹿児島に来たら。ああ、ありがとうございますか。ありがとうございます。なんでこう白熊っていう名前、由来っていうか。まあですね、はい、まあ実際商品を見ていただいて。ですよね。え、そりゃそうよ。そういうことなんですね。多分。じゃあ白熊の人、ちょっと待ってよ。落ち着いて落ち着いて。ルミルミまだだから。人としてのリズムが合ってないんですよ。そうですね、俺ちょっとまだルミルミと今日だけでは無理かもしれない。白熊もいいんだけど、このミルク、ミルク金時、ミルク金時はもう白熊ついてないですよ。ミルク金時は普通のかき氷ですね。いやいやいや、ルミルミ、なんだルミルミが食べたいやつを食べるの。白熊食いに来たんでしょ。ミルク金時やっぱり、あ、サーブやも絶対得意。芸能人たちだ。僕もちろん。例えば、この白熊に、小豆を入れて、トッピングですか。それでこう蛆をかけて、練乳かけるとダメ。オリジナルを。いや、もう変わってますから。歴史を変えるのやめてください。70周年の歴史なんで。見た目もでしょ、多分。そうそうそう。じゃあこうしよう。はい、私はミルク金と押し通る。それで、はい、ちょっとシェアします。そうそうそう、はいはいはい、みんな違うの頼む。そうしましょう。いいですね。じゃあ澤部くんがもうスタンダード。僕は白熊のベビー。あ、でも、はい、あ、私もレギュラー。でも1個レギュラー1個もらっておきましょうか。そうね。これでも、あの、白熊以外で一番人気ってどれなんですか。ご注文いただくのはこのチョコレートストロベリー白熊、この種類が非常に。じゃあストロベリー白熊ベビーいきましょう。手に合わね。自宅ですよ。僕チョコレート。じゃあ僕、じゃあプリン白熊。はい、はい、以上で。はい、プリン、プリンが乗っかってんの。はい、プリンが乗っかってんの。はい、プリンが。ちょっと邪道だよ、それ。いや、あなたが言う。やめます。あなたが言う。あなた、これ頼みなさいよ、うち。あ、あんこが欲しい。白餅、宇治金時。白熊がもういないんですけど。そうですね、まあ、餅になっちゃった。ちょっと食べたかったですよ。そうでしょ。はい、そうじゃあ、これ以上で、はい、以上かしこまりました。はい、ありがとうございます。お願いします。はぁ、楽しみ。やんなさいよ、ここで。いや、ちょっと待って。センスでめちゃくちゃ怖いわ。死んじゃいますよ、俺。めちゃくちゃ怖いわ。今日はそこら辺の本当に女社長と飲みに来たと思ってた。そうね、そうね。もっとだから、このパラシュート部隊さんのネタをテレビに載せたいってことですよね。そうそうそう、応援してるっていうことですよね。いや、それ感じてます。それはね、やっぱり愛情だと思って、うん、私のね、やっぱ元渡辺プロです。そうですよね。あれ、どういう流れだったんですか、渡辺プロ入ったのは。私が入ったのは、はい、直談判に行ったなって。直談判、自分ですごいですよね。宝塚の途中だから16。宝塚まだ通ってる時ですよね。そう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 。でもそこに挨拶行ったからっつって簡単に入れるわけじゃないんでしょ。その、うん、それがね、はい、あの、私を歌手にしてくださいって言ったら、おお、君は宝塚か、うん、そっか、じゃ宝塚を1番で卒業したら考えてあげる。1番ってなかなか難しいんじゃないですか。そりゃね。いや、簡単っていうか、簡単って言うとなんか、まあまあまあ、いやいや、だからルミルミが、まあ、すごかったんでしょう。3歳の頃からお稽古ごとやってきたから、もう普通にやれば取れるかなっていう。あ、で、なんか、で、1位取ってですか。 1番取って、すげえ。それで、でも宝塚は入らなかったんですか。卒業されてて、あの、初舞台です。で、すぐ辞めるんすよね。そう、辞めて。それも向こうから宝塚側からちょ、ルミコ、ルミコって。いや、言われたね。ですよね。もう、あなたはここにいたらスター約束されてるのにって、なんでそんなね、将来わからないようなね、厳しい芸能界に行くのって言われて、まあ、ちょっと後ろ髪引かれながら、うん、でもやっぱりね、子供の頃からの夢だから、うん、それで翌年17歳の時はデビューされて、もうミリオンセラーですよ。うん、18で、デビュー曲、デビュー曲何万、160万枚だよ。160万枚サクセスがすごいっすね。いや、今の時代が違うからね。それは新しい白クマ作ろうとしますよね。それはそうだ。考え方が違うんですよ。さっきのやつ持ってこい。失礼しました。時だ。白餅付きの宇治金。あ、自分です。はい、こちらが宇治金時。宇治金時でした。シンプル宇治金時ですね。あ、もはやもう白熊ではない。あれ、ミルク、あ、ミルク、ミルク、ミルク金時でしたっけ。はい、あ、ミルク金時、ミルク金時、すぐお持ちします。すいませんね。すいません。すいません。まあまあ、きっとルミコさんに緊張して間違えちゃったんです。
あ、来ちゃった。はい、でこちらストロベリーシロップ、ストロベリー、可愛い、いやベビーでこのサイズ、そういうことよね、でっか、あ、来た来た、これだ、これ出た、これだよ、これが秘密だ、わかる、白熊、これ白熊、前失礼します、白熊です、白熊です、出た、上から白熊で可愛い、そうそうそう、上から見てちょうだい、白熊ちゃんがいます、なるほど、可愛い、もうこういうことですね、可愛い、由来、もともとここは喫茶店でこういう料理を、あの、かき氷を出してたってことですか、いや、喫茶店、最初は一番最初は大衆食堂で、ダンス白熊に会いました、嬉しい、これもまとかないと、まあ、撮ってるんで静かにしてください、嘘でしょ、ね、ルミコさん相変わらずのマイペース、いただきます、うわ、あ、うまい、あ、うまいでしょうね、やっぱここの部分が氷が違うでしょ、氷うまっ、削りが違う、削りだ、ふわふわだし、え、こんな味なんだ、すげえ、いただきます、あ、うまっ、おいしい、うまいやね、うまっ、やっぱね、違うんだな、うまっ、削り、これどうやって削ってんだろう、これずっとなくなるね、ずっとなくなる、氷が、すいません、うまっ、お待ちしました、こちらプリン塩クマでございます、プリン塩クマをやめて、やめてくれ、また間違えちゃいました、何個食べさせるダブルじゃなくてチェンジだったんです、もうこっちにしなさいよって言われには全く興味なくて、今もう撮ってるごいさ、すいません、一旦これスタッフで美味しく、いや、それ斎藤もこれ食べちゃえよ、あの、横に顔が、うわ、横、かわいい、これかわいい、横バージョンもかわいい、え、ちょ、見せて、カメラより、まあまあ撮るんですね、かわいい、ちょっと前ごめん ね食べなくなっちゃったガードされたら怒るよな、ちょっと全然いいんすよ、あ、来た来た、危ない危ない、これはもう合ってますね、店長、最終的にカツカレーとか持ってこない、本当ですありがとうございます、ついに来ましたよ、来ましたよ、こちらの小豆ですけれども、はい、会社の方ですね、小豆豆から、あ、全然違うわけですね、同じですね、見てほら、テンション上がった、マリオみたいな声出しました、盛り上がっちゃった、ね、もうかき氷大好きなんだよ、いや、うまいし、ちょっと小豆も美味しい、こっち側もやばい、ほんとちょっとこれ、いちごはそうか、いちご美味しい、このゆで小豆も美味しい、うまっ、これうまいよね、うまいっすわ、これあ、うまい、うん、はい、このいちごのうまい、このショートコント、いちごのうまいショートコント、ルミコさんの強めの愛情がお次はゴリケンさんに、頑張れ、チャンスでもあります、そうですね、はい、頑張りました、待てよ、チャンス、待てよ、ピンチだよ、はい、いちご、ご、ご、ゴリ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 ケンです、笑ってる、いやいや、あのね、ゴリゴリにハマったの、してるんじゃないですか、どうですか今の、いや、笑いは2つあるのよ、はいはい、面白くて笑うのと、うん、かわいそうで笑うそれ一番言われちゃう、前者ですよね、もちろん前者です、もちろんね、もちろんだって全然前者です、かわいそうなんて思って、同情されたら終わりだからね、うん、お笑い芸人、それの前者ですもんね、うん、ねこれ誰が食べる人いる、もう白熊に帰り地じゃないよね、帰り地これあの白熊が俺の家に座ったわけじゃないのよ、あなたの家じゃないよ、芸人が死んだ瞬間